パーミディア 2VG ラブスはシンガポールのコンピュータ周辺機器、ハードウェアメーカー。アメリカで GPU およびビデオカードを生産していたが、2006年に GPU から撤退。2009年にサンドラブスから社名を変え、現在は主にモバイル向けソックの製造を行っている。サンドラブスはオパングルに特化したビデオカードを製造していたハードウェアメーカーであり、 1990年代には、プロフェッショナル向けのグリントシリーズと、コンシューマ向けのパーミディアシリーズを、また2000年代以降は、ワイルドキャットシリーズを展開していた。同社の GPU は、オパングルに関しては、非常に高い処理能力を発揮するが、ダークテックスの処理はあまり得意でないため、ゲームなどには向かず、3D アニメーションの制作など、オパングルを利用した。 専門性の高い分野を得意としていた。一般に販売されているビデオカードの中でもとりわけ高価なことや消費電力の大きさなど様々な観点から見てもプロフェッショナルに向けた製品群であった。サンドラブスはオパングルの API 策定に関与しており、オパングルの API 策定に補聴を合わせて製品をリリースしていた。そのため、 特定ベンダーが売り込んだダークテックスの新規 API ファンクションのサポートなどは次の世代の GPU でサポートされることが多く、また演算、レンダリング精度を重視しているためにマルチメディア処理のパフォーマンスやあるいはゲーム固有のバグを吸収するためのドライバ最適化などを原則行わなかった。そのためにダークテックスに弱いという評価をなされることが 多かったが、そもそもダークテックスの普及がまだ途上であった1990年代中頃には、それほど問題とされず、特に1997年に発売されたパーミディアにはその高いピクセル描画性能で大ヒットとなった。しかしダークテックスが急速に浸透する1990年代後半以降、ダークテックスの最新 API への対応の遅れやダイレクト、 3D の実行性能の遅さのために、急速に今週までのシェアを低下させた。それでもパングルが重視される、プロフェッショナル向け GPU では、高いシェアを誇っていたが、2000年代に入ると、今週マ向け GPU で、性能競争を激化させた NVIDIA と ATI が、プロフェッショナル向け GPU のシェアをもくに至って、業績が悪化。 2002年3月にクリエイティブテクノロジーによって買収された。そして2006年2月24日、親会社のクリエイティブテクノロジーが、プロフェッショナルワークステーショングラフィックス事業から撤退させると発表し、メディアプロセッサの開発に転換した。2009年には、ジラブスと社名を変え、自社の GPU を ARM プロセッサと組み合わせたモバイル向けソックである。 ZMS の開発を行っており、主にクリエイティブ製品に採用されている。2012年11月に開発チームがインテルに譲渡された。パーミディア採用製品パーミディアはサンドラブスが今週間向けとして販売していたビデオチップのシリーズ。パーミディアおよびプロミディントはオパングルのカナダドル API 専用のジオメトリエンジンとしてグリントデルタを搭載した。 コンシューマー向けとされているが、Windows95 に対応しなかった。パーミディア e に採用製品パーミディア e には、パーミディアで別チップで構成されていたジオメトリエンジンを統合し、ワンチップ化を行った。これは NVIDIA など他社より先んじていた。1 2 8ビットグラフィックコアと6 4ビットメモリバスを持ち、メモリは 8MB までのスグラムをサポートする。インターフェースは、 AGP1X または PCI。ラムダッツを統合するが外部ラムダッツもサポートする。このパーミディアには多くベンダーにチップの供給を行っており、1997年には多くのベンダーがオパングルとダークテックスのサポートと銘打ってビデオカードを発売した。後期にはマイナーチェンジ版のパーミディア 2V が発売されている。このパーミディアには 同社がコンシューマ市場で成功した唯一の製品である。オパングルはバージョン1.2以前をサポート。ダークテックスはダークテックス5以前のファンクションはおおむね正常に動作する。ドライバはダークテックス6までサポートする。テクスチャのアルファブレンディングの使用により、ビルボードの透過が正しく扱えないことがある。 クリント R3 採用製品パーミディア3はパーミディア2後継のコンシューマー向け製品としてクリント R3 はプロフェッショナルワークステーション向け製品として1999年に発表されたほぼ同じチップであるがパーミディア3はドライバのマルチスレッド非対応化がされている128ビットのメモリバスで接続されるスグラムを32メガバイトまでサポートする インターフェースは AGP2X または PCI。後に AGP4X 対応版が発売された。MC による動画再生支援機能に対応する。機能的にはコンパニオンチップとしてグリーント G1 ジオメトリプロセッサをサポートし、対応アプリケーションでは座標変換処理及び抗原処理を低負荷で高速に実行できる。また、 メインメモリ上にテクスチャを展開するバーチャルテクスチャーズ機能に対応しており、搭載するベレム以上の容量のテクスチャを扱える。オパングルは1.3以前をサポート。ダークテックスはダークテックス6以前のファンクションは概ね対応する。ドライバはダークテックス8.1まで対応。ただし、デラックス七の HWT&L、デラックス八での HWT&L と、 プログラマブルシェーダはいずれもサポートしない。なおダークテックス系とされる GPU にしても初期の製品を除けばダークテックスの API 仕様を再現できる汎用 DSP プロセッサであり API そのものを直接 GPU で実行しているわけではない。そのためオパングル向きの GPU だからハードウェア的にダークテックスに弱いというのは厳密には 正しくない。ありがとうございます。